今日はですね、皆さんお待ちかねということで、いや、初対面とか、初めて会った人に対して、結構その何を喋ったらいいのかわからないってなることってあるじゃないですか。で長くなりたいんだけど、どっから手をつけたらいいのかわからないとか、長くなりたいんだけど、なんかこう、上手い言い方が思いつかない人とかって結構いるわけなんですよね。で、逆にそれで、なんかこう、相手をひそまずめにしちゃったりとか、なんか相手も自分もそうなんだけど、そもそも相手に気を使っちゃって、こう、自分も興味ないのに、 まあ相手も全然当然興味ないような、よくわからん話題とかはさ、あの出しちゃって、こうトークで滑りまくる人って、滑り倒す人っているじゃないですか。そう。だからその、なんか相手に気遣っちゃって、自分の興味がない話を振って、相手も興味もないし、自分も興味はないけど、相手は気遣っちゃって、なんか話をぶち切れないし、自分もなんか振ってしまったたイなんか話を途中で終わらせるのは変だから、続けなくちゃいけないしってなる、まあ地獄の会話って僕はよく呼んでるやつですよね。はい。まあデート下手な人がやりやちなんですが、地獄の会話とかが起きたりとかするわけなんですよ。まあこれは当然人間関係でも、 普通の人間関係でもあるわけなんですけど、もうそういうのを避けて、もう、この話をすれば、人と仲良くなれますよと。親密な関係になれますよっていうのが、まあ分かったら、ね、当然ですけど、ね、皆さんその、困らないじゃないですか。はい。 なんで、そんなですね、あの、相手と親密な関係を作るためのですね、方法っていうのを今日はですね、がっつりご紹介しようかなというのが本日の内容でございます。はい。一応、これは、今回のテーマというのは、もともとーラボで誰とでも最速で親密な関係になれる36の質問っていうですね、放送をやったんですよ。まあ、そのもともとの研究があって、ニューヨーク州立大学の研究ですよね。有名なやつです。アーサン・アーロン博士の36の質問ってやつがあって、まあ、これはまあ、皆さん科学的にもね、あの、知ってる方が多いと思うので、この36の質問、しかもちょっと気まずいような内容とかもあるんです そう気まずいような内容とかも、ちょっと恥ずかしい内容とかも入ってて、それを全部お互いに答えてもらったら、なんと、その実験に参加した、ほぼ全ての男女がいい関係になっちゃったんですよ。相手に対する好感度が爆上がりして、で、中には付き合ったりとか、そ <laughs> れで挙句の果てにはその実験がきっかけで、結婚に至ったってカップルも出たぐらい、すごい実験なんですよ。周、ま、り、あ、と伝説的な実験なんですよね。で、この実験で分かることは何かっていうと、要するに人間関係というのは、その付き合った時間の長さは関係ないと。 で、関係者とかも関係ないと。その、話題が大事なんだよってことがわかるっていう、そういう研究なんですよ。で、しかもこれポイントが、その、天気の話とか、お互いのことを知ってから、よく知ってからとか、行くじゃないですか。時間をかけてとか。時間もかけてなければ、その、お互いのこと何も知らない状態で話題だけ。ただこの話題がすごく上手にできていて、踏み込んだ話題なんですよ。全部。普通初対面とか、特に男女とか気になる人とか好きな人とかだと、気まずくなっちゃって深い話が全然できなくなるじゃん、僕らって。でもそれがダメなんですよ。一気に、 こう踏み込んだ話をした方が、むしろ相手から見た印象は悪くならない。よくさ、踏み込みすぎるとさ、印象悪くなるかもとか思う人いるじゃん。それに、まあ僕らもそう思うと思うんですけど、でも実際は踏み込んでも、そんなに相手は気にしないんですよ。もちろんあれですよ。相手の、例えば、家族構成だったりだとか、住,住所とか、そういうのを聞いたら嫌だけど、なんていうんですかね。 あの、まあ、曲紹介する話題聞いてもらったら分かるんですけど、本人の性格が出る。もっと言うと、なんでそう思ったのかっていう理由を聞いたりとか、話を広げやすい話題っていうのが大事なんですよ。だから、ほとんどの人は薄っぺらい話題で終わらせちゃうんですけど、今日紹介するぐらいの深い話題とかを、そのぶちかましても大丈夫ですよ、というお話なんですよね。当然、恋愛関係でも使うんですが、使えるんですが、友人関係でも使えるし、家族との会話でも使えるし、友達と、 最短で長くなるためにも使えます。だから、人と人との距離を縮めるための、あのー、内容なので、これ誰にでも使えるんで、だからもう、はっきり言いますけど、初対面の人と何話しても大丈夫な関係になるための話題は、今日の放送で十分です。全部入ってる。今日。っていう話です。基本中の基本っていうのが、あのー、あるので、 これだけ一番最初に説明させてください。で、基本は何かというと、これから僕がいろんな質問を紹介しますが、自分に合ったものを選んでください。そう。どれが正しいとか、どの順番とかは関係なくて、自分が質問しやすいものを選ぶっていうのが、もう大前提のポイントですね。自分が質問しやすいものを選ぶ。これが第一条件。はい。で、二つ目。二つ目が、なるべく一つの話題を深めてください。 たくさんの話題を紹介すると、D ラボの人、見てる人って真面目な人が多いので、全部紹介しないと、やばい、46個覚えないと、ええー、と、あれ、6個目なんったっけ ?7 個目は、わーみたいになる人いると思うんですけど、全然大丈夫です。あの、5個覚えておいて、3つぐらいでも全然十分です。僕も実際10個とかは使わないんで、はい。あの、なんでかというと、途中で盛り上がったら仲良くなれるから。だから相手と盛り上がるまで打てればいいので、まあ最初は5個ぐらい覚えておいて、すでに仲がいい人とか、あの、家族とか、まあ、恋人でもいいけど、勝手て知ってる人とやってみてください。 それで感覚をつかむっていうのが大事ですね。で、まあ、慣れてきたら10個ぐらい、あの、自分が使いやすいうものをストックしておいて、人によって変えたりとか、相手があんまり乗ってこなかったら次の話題に進むとか、っていうことができるといいと思います。まあ、それこそスマホとかにメモっといてもいいんですよ。時々ちラッとカンニングするぐらいは、別にあの、バレないので、大丈夫なので、ってやってもらいたいんですよ。はい。これが2つ目のポイント。で、3つ目のポイント。3つ目のポイントは、これが一番大事なんですけど、これ一番、これ大事すぎるんでちょっと出しますね、1回ね。はい。コメントの方にね。基本的には、質問を、 に対して理由とか感情を追加で質問する。これはまあ後で言いますけど、質問の答えとか、質問攻めになっちゃ絶対いけないんですよ。基本的には、その、その相手がなんでそう思ったのかとか、どうしてそういうふうなことを言うのかっていう、相手が答えてくれたことに対して理由とか、なぜそう思ったのかとか、どういうふうな感情を感じるのかっていうことを必ず聞いてください。 だから質問攻めにしないためには、理由と感情を聞いて共感する。あるいは、俺はこう思うけど、でもその考え方も面白いねっていうふうに、相手のその考えとか、理由とか感情も立てると。で、これをやっていって話を深めるんですよ。こっちの方がはるかに大事です。たくさん質問する意味はなくて、深めることが大事なので、深めるためには理由や感情を追加で質問するとか、っていうのを必ずやってほしいんです。これができないと、 単なる質問詰め男になりますので、はい。週刊誌の記者みたいになっちゃうんで、気をつけてくださいね。はい。尋問になっちゃうので。ではですね、やっていきましょう。一つ目です。一つ目の質問はこちら。最高の一日だったと思える日はどんな日ですかです。最高の一日だったというふうに自分が思える日ってどんな日ですかっていう質問ですね。はい。これは割と私としてはやりやすいですよね。うん。で、これ大事なのは、あの、理由を聞くことです。 それこそ最近最高だと思った日ありますかみたいな聞き方をしても全然いいでしょうし、あるいは、えー、っと、自分が本当に仕事とか何の声限もなく最高の一日を過ごすとしたら、まあ、何をするかと。朝何をしたいか、昼何をしたいか、どこで過ごしたいか、誰と過ごしたいか、みたいな、あの、相手が質問に答えづらそうだった場合は、えー、っと具体化するといいです。はい。で、答えに相手が困った場合は、自分が先に言うのもいいですよ。最高の、ね 例えば最高、本当に最後の仕事だったからね、たぶんたぶん、じゃあ、じゃあ、えー、わかんないけど、忙しそうな人だったとしたら、でもう仕事忙しいですもんね休みもなかなかなかったりとかするんじゃないですかって、そうなんですよ、最近は仕事もね、なかなか休みも取れなくて、家族に寂しいおもしをさせるさせるんですよって相手が言ってきたら、そうなんですねもし、例えば仕事が落ち着いたりとか、まあ、自分がもう時間とかお金とか、数制限が全くなかったとしたら、その自分が最高の一日を過ごす人をしたら、どういうふうに過ごされますか最高の一日だったと思える日って、どんな日ですかって。そう で、相手が質問に、うん、そうですねって言われたら、例えばって自分の話をするんですよ。で、この自分の話を言うときに、例えばってつけるのは大事なんですよね。なんでかっていうと、話題を進めるために言ってくれてるんだって思えるから。そう、いきなり、いや、僕はですねって言うと自分が喋りたかったんだって思えるので、これは今日の会話全部そうなんですけど、相手がうんと思ったら、例えばで、僕の場合だったら、やっぱり家で猫と一緒に、何も予定がないときに、家で朝から夜まで、猫と一緒にね、ゆっくり本を読んで、 で、まあね、自分でね、こう、薪に火を入れて、でね、あの、ご飯を作って、で、あの、こうやってね、ディーラボの皆さんと配信しながらね、ちょっと夜に寝る前にちょっとね、ワイン飲みながらちょっと話をして、で、こうね、猫たちと一緒にぬくぬく寝るっていうのが、やっぱり、あーなんか幸せだなーっていう風に、なんか自分はここまで来れたなーってすごい思うんですよね。まあ、例えば、まあ、僕はそう思うんですけど、あの、どうですかみたいな風に聞いてあげるとかね。 では、続いていきましょう。はい。えーと、続いてのですね、えー、質問はですね、これ、順不動なんで、この順番にしなくていいですからね、使いたいやつからやってくださいね。はい。続いての質問はですね、これですね。一番会いたい人は誰ですかまたは、会いたい人に会えた経験は今までありますかというもんです。一番会いたい人は誰ですか、えー、または、会いたい人に出会えた経験っはありますかっていう質問ですね。はい。これも結構面白いですよ。そう。これは、 あの、相手が、うーん、そうだな誰々さんです、とか言った時に、え、な、なんでそう思うんですかって聞くじゃないですか。そしたら相手がこうこうこういう理由で会いたいんですよと。とそうなんですね。意外ですね。って。じゃ、もし仮にその人と会えたとしたら、どんな気分になりますって聞くんですよ。そう。これすごく大事で。なんでかというと、会いたかった人と会えた経験、または、会いたい人と、が誰なのかってことを聞いて、この後、その人と会ってる気分にさせられるんです、相手を。で、これはね、すっごいメンタリストっぽいテクニックで、 相手の頭の中、人間というのは自分の頭の中にリアリティを持って想像したことと現実を区別できないんですよ。だから皆さんが会ってる相手をいい気分にさせたいんだったら、一番会いたい人の話題を引っ張り出して、その人と、例えば会った時どんな気分でしたかあるいはじゃあ今目の前に来て会ったら、あなたはどうしますか何を感じますかって聞くんですよ。こうするとめちゃくちゃ仲良くなるんですよ。だってすごい気分良くなるんだもん。これ想像するだけで。はい。これはもう鉄板中の鉄板みたいな質問ですね。 恋愛でもそうだし、人間関係でもそうだし、想像しただけでニヤつくでしょ。そうでは、続いていきましょう。はい、続いてのですね、あいつと一瞬で親密につなれる質問ですね。これ結構重いというか、面白いんで、使ってみてください。こちらです。はい、精神の老化と肉体の老化、どちらが怖いですかです。 これね、ええと話だと思うんですけど、これめちゃめちゃ盛り上がるんですよ。さっきも言った通り、1個の質問で、なるべく長い時間、深い話題で持たせるということがめちゃくちゃ重要なんですよ。この親密な質問の場合は。だから質問の回数、個数は少なくてもいいんです。もうこの話題はね、もういくらでも、あの、進みますね。例えば、いわゆる、聞き方はいろいろありますよ。バリエーションはいっぱいあって。まあ、例えば、えー、と聞き方としては、じゃあ自分が、じゃ100歳まで生きれるとしたら、 死ぬまで30歳の精神を持てる場合と死ぬまで30歳の肉体を持てる場合、どっちを選びますかみたいな話とか。そういう言き方もできるし、そう、基本的には精神の老化と肉体の老化、そのどっちか止めれるらどっちがいいかとか、っていう話ですね。 で、今、精神の老化ってどういうことだろうみたいな。そういう話をして,みしてもいいんですよ。例えば、じゃあ、精神の老化っていうのは、やっぱ若い時って恐れずにいろんなことにチャレンジしたりとか、もっと子供ぐらいのところを想像してください。子供とかだったらさ、こう、好奇心を持ってさ、何でもこう、向き合っていったりとかするじゃないですか。でも、年を取ってくるとだんだんさ、いろんなことが起こるようになったりとかさ、立場が、とかさ、いろんなことが起きてさ、やりたいこともできなくなったりとかするじゃん。そうじゃなくて、本当子供の頃のような精神にちゃんと戻って、興味を持っていろんなことができるというのが、じゃあ、精神が若い状態だと。いうふうに定義しましょうと。 じゃあ、肉体の、その、老化が、その、肉体の老化を止める方を選ぶとどうなるかというと、まあ、10代とか20代とか一番いい状態で肉体は止めれます。ただ、精神だけはどんどん置いていきますと。はい。やっぱもう自分は年だからね、とからこうだからねっていろんなことできなくなったり変化に弱くなったりとかしてくるわけですよね。さあ、どっちっていう。はい。では、続いていきましょう。人間関係で最も大事だと思うことはっていう質問が、ベースの質問で。 で、ここから広げることもできますってことです。例えばその、人生で大事なこと、最も大事なことは、とか、恋愛で最も大事だと思うことは、とか、プライベートで大事だと思うことは、とかっていう風に、こう変えられるんですよ。でも人間関係で最も大事だと思うことはっていう風に聞くと、相手の人間関係に対する考え方とか、相手の付き合い方が初期の頃わかるんで、これも結構おすすめです。地雷がどっかってことがわかるんで。 はい。例えばね、あの、お互い、その自由な時間を持てるのは大事っていう言い方もあるだろうし、うん。あるいは、なんかこう、なんだろう、重くならない関係が大事っていう人もいるだろうし、あるいは、お互いに成長できる、ライバルみたいな関係がいいっていうふうな、に言う人もいるだろうし。続いていきましょう。続いての質問はですね、こちらです。はい。人生で一番感謝してることは何ですかあなたが人生で一番感謝してることは何ですかって質問ですね。これも、実はあの、いい質問で、なんでかっていうとさっきの一番会いたい人は誰って質問と同じですよね。 感謝してる時のことを考えて想像してみるので、ね、そうすると心がなんかあったかい気持ちになりませんです、ね、他人にお返ししたいなって思う気持ちになりません、ね、そう、実は感謝を定期的に思い出すことによって、他人にお返しをしたいって気持ちが高まるので、人間関係良くなる端子とか、ね、自分はすごいサポートされてるなって感覚になるから、なんかこう良くも悪くも、こう、人に優しくできるし、自分のストレスが減るっていう話したことありますよね。っていう状況を作れるので、結構これは、あの、いい使い方ですね。はい 家族っていう人もいるし、僕とかやったら猫って言うかもしれないし、先輩って方もいいし。はい。で、その、まあ理由と、うん、あとはその、感謝した時の実際の状況を聞くのもいいですね。でもじゃあ最近、その、その人、またその人たちに感謝の感情を抱いたのはどういう時だったんですかって聞いたら、いや、例えば自分が仕事で遅くなった時に、あの、夜ね、子育てもしてるし。 奥さんがね、こうやってもしてるしね、ね夜眠いだろうに、まあ、自分のこと待ってくれたっていうのが、すごい感謝したなあとかでもいいし、何でもいいんですよ。そしたら、あそうなんですね、みたいな。やっぱ、ね、あの誰かが待っててくれるって好きなことですよね。僕もこあの、ね、この前こういうことがあって、やっぱりね、待ってくれる人がいるっていうのはね、幸せなことだなって思いました、みたいな風に共感もできるし。 いろんなやり方がありますね。はい。じゃあそんな感じで、えー、続きはですね、さらにですね、このね、えー、使える質問集をご紹介したいと思います。まあたくさんあるので、自分が使いやすいものを選んでもらいたいと思うんですが、今日ね、えー、前半で紹介した内容でも十分使えると思いますので、ぜひ使ってですね、人間関係深めてみてください。で、もしこれね、ちょっとまあディラワ入ることとかもやってるんだけどっていう人は、まあ一旦使ってみてください。びっくりするぐらい盛り上がるんで。はい。何回か練習して使えるので、そうすると、この続きを知りたくなるんです。皆様。そしたらぜひディラワの方入ってください。お待ちしております。はい。